はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、今どこにいるかというと、ここじゃわからへんか。その JR の亀山駅ですね。はい、亀山駅に来ております。ということで亀山駅に来てるんですけど、まあ、ドライブです。今日はドライブでね、亀山駅から関西本線っていう、ね、関西線が出てるんですけど、 JR 西日本になるんですけど、このね、 JR 西日本の線路沿いをね、ちょっとドライブしてみたいと思います。はい、この亀山の駅から柘植の駅まで行ってみたいと思うんですけど、まあ俗に言う兜越えというところなんですけどね、関西本線、の線路沿いちょっと行ってみたいと思います。ということでね、今日もドライブなんで我らがボクチーが活躍してくれますよ。もう来ちゃないけど、はい、そんな感じでね、ちょっと行ってみましょう。ということでよろしくお願いしますということなんですけど、亀山駅ね、これすごい建物が、図書館ですね、目の前に。前まで工事してたんですけどね、だいぶちょっと変わりましたね。これもリニアの誘致のためなのかなっていう感じがするんですけど、まだね、ちょっとリニアの候補地は決まってないんですけど、はい、ということでドライブしてみたいと思うんですけど、実はですね、今日はですね、昨日ね、ワールドカップ、ね、サッカーワールドカップ日本代表敗れました。クロアチアに敗れましたね。3時過ぎまで起きて見てましたけど、寝不足です。はい、なんでちょっとね、軽い移動。本当はね、近鉄大阪線行こうと思ったんやけど起きれなかった。はい、ということでドライブにしました。よろしくお願いします。はい、それでは行きたいと思います。さあ、スタートしました。今回は関西本線沿いを走る兜越えですね、出発したいと思います。さあ、亀山駅から出発です。今回も倍速使っていきますので、よろしくお願いします。さあ、ということで倍速でスタートしましたが、兜越っていうのはね、まあ、名阪国道も、まあ一応兜通ってるんで兜越なんですけど、まあ、この関西本線もね、兜越をしてるということで、まあ、関から柘植の間ですね、 JR 西日本の、まあ、ここの間を、まあ兜っていう峠をね、越えてる路線になるんですけど、ちょうどね、ここからだと画面左の方に見えてるのが兜の山かなと思われます。ちょっと間違ってたらごめんなさい。という感じでね、進んでいきます。ちょっと違うかなどうなんだろう。ということでね、今左にはね、関西線が走っております。まあ、関西線亀山からね、鴨の間はこの独特なね、車両を使ってガーッと走ってるわけなんですけど、そして今走ってるのが国道1号線になります。そして東名阪自動車道を越えました。で、これをね、この国道1号線をまっすぐ行くとね、今度鈴鹿峠越えになるんですよね。鈴鹿峠越えになって滋賀県の方行っちゃうので、まあ、途中で曲がらないといけないんですけど、
まだまだ進んでいきます。で、左にはね、関西線が走っております。路線がね、さあ、この日もいい天気だったんで、こう進んでまいってるんですけど、ぐーっと走ってます。そしてこの道、国道1号線なんですけど、これはね、もう永遠と伸びる大動脈の国道なんですけど、ここのね、左の方にね、亀山駅から最初に出発して最初に着く駅ですね。はい、関駅ですね。ここに到着です。ということで、ここ一回寄ってみましょう。どんなところなんでしょうか。はい、ということで、天気がいいですね。やってまいりました。まず一発目でこの駅ですね。はい、以前もね、紹介したことあるんですけど、関駅ですね。はい、三重県の関ですよ。はい、まあ、隣が亀山、そして兜という感じでね、こういうローカルなね、線路になってます。関西線、味にすごいね、味があるんですよね。いい場所で、こっからですね、こう走ってるんですけど、こっからこう曲がっていくんですよね、こっちの方に。で、あの辺かな、あの山をね、越えていきます。これが兜越ですね。で、電車ならね、電車、まあ汽車ですね。汽車ならまあこうね、兜越えするんですけど、これ車の場合はね、皆さんやはり名阪国道ね、国道25号線の名阪国道を使われてると思うんですけど、今回はね、まあ、旧国道25号線って言ったらいいのかな、こう兜越えということで、このね、線路の本当そばを走るようなね、道路を通っていきます。ということでね、こっから山越えスタートです。で、兜の駅も行ってみようと思います。ということで、早速行ってみましょう。ついっ、ここお食事するところあるんですね。ちょっと行ってみたいですけどね、何売ってんだろうね、気になりますが。さあ、再びスタートしていきます。まだね、もう少しだけ国道1号線を走ります。ということでね、関西本線もここから兜越えが始まるというイメージを持っていただいたらいいと思います。で、これね、関駅の隣には関宿というね、道の駅がちゃんと備え付けられてます。まあ、この辺はね、関宿、観光名所でもありますので、まあ、宿場町ですね、昔の宿場町があります。それは右側ですね、この道路の右側にあるんですけど、さあ、今通過したのはうなぎの初音、有名です。うなぎ屋さんの中では有名な初音さん。そしてね、これもうちょっとね、手前で曲がるんですけど、もうちょっとまっすぐ行った時ところにびっくり屋というね、コスパの良いお食事するところもあります。テレビで何回も出てる有名な兄弟でね、やってるお食事屋さんなんですけど、すごいコスパいいんで。とその手前を左に曲がって、いざ僕チーも兜越えに入っていきます。さあ、
して、これ今川を挟んで関西線が左に走っております。さあ山々の中に入ってまいりました。ここから見る風景もいいんですよね、非常に。そしてずっと進んでるわけなんですけど、このトンネル、ドライブもねいいですね。こういう味気のあるトンネル通って、まあ本当はねやっぱり伊賀まで行こうと思ったら名阪国道を使うわけなんですけど、今回はちょっとね兜越えということで、まあ昔はね、徳川家康さんもこの兜越えをされた本能寺の変の時にね、京都から逃げるためにこの兜を越えて伊勢へ行ったという言い伝えがあるんですけどね。だから徳川家康さんもこの辺歩いたのかななんてね思いながらも走ってました。すごいですよね、ここ歩くって。まあ実際ね歩かれた方もここ柘植の駅ぐらいまで歩いた方もおられると思うんですけどね。さあそしてね一つ目のスポットがねここなんですけど、ここの踏切のところ結構取り映えのいいスポットなんですけどね、ちょっと工事してるのでね止まれませんでした。ボダニ隧道というトンネルがあるんですよね。これがまたいいです。まあ今回はちょっと取れなかったんですけど、このまま進んでいこうと思います。ということで今踏切を渡ったので関西線が右側へと移りました。さあそして車も右の方に曲がっていって、あ、何やら踏切があります。そして踏切を手前を左曲がったんですね、これで線路脇をゆっくり進みます。ちょっと道間違ったんですけどね、これ。あ、危ないですよ。すいませんって感じですね。さあ、そしてね、ここでちょっと U ターンみたいな感じでね、ぐっと180度曲がらないといけないんですけど、こういう感じでね、曲がりました。はい、ということで、関駅の次の駅ですね、兜駅です。到着です。どんなところか見てみましょう。はい、ということで到着しました、関駅の次の駅ですね、兜駅と言いますね。はい、先ほどの関から来て、そして隣がもう柘植なんですけど、今ね兜越え最中みたいなところなんですけどね、なんか兜駅ね、以前だいぶ昔にね紹介したんですけど、すげえなんかおしゃれになってますね。何これ、こんな風に変わってるんだ。だいぶ変わりましたね、リニューアルですよ。切符売り場もすごいな。何これ、新しい匂いがします。やっぱりね
あの関西ここ、まあ、関もそうですし、この兜もそうなんですけど、やっぱりねちょっとね、この関西線寂しい状況にはなってるんですけどね、はい、それを盛り上げようとしてやっぱりねああいうちょっとおしゃれな駅舎をね作ってるとは思うんですけど、なんか素晴らしいですね。なんか囲碁打ってましたけど素晴らしいと思います。 3.3 パーミル、ね、下りですね。人が待ってるのでもう来るのかな、ちょっと待ってみましょうか。まあ、兜の駅もね以前紹介させていただいたんでね、 それを見ていただいたらいいと思うんですけど、まあ、最寄りはね、こっからじゃああそこか、あそこを見えると思うんですけど、これ名阪国道ですね。名阪国道が走ってます。ここですね、はい、ここにね、兜インターやったっけな、あると思うんでね、そこを降りてもらえたらなと思います。いやでも本当はね、多分ドライブしてて多分僕も後でアナウンス入れて多分言ってると思うんですけど、工事してるところがねすごい見どころのスポットでして、トンネル、橋梁、踏切とねこう連続してあるところがあるんですよ。非常にね撮り鉄のスポットとしてはベストな場所なんですけどね、なんであそこで工事してるかなという感じでしたね。残念、ちょっとねちょっと車止めるスペースもなかなかないんでね、あれなんですけど、そういうところもあります。まあ、まだね兜からこの柘植の間もねこう結構見どころのところあるんで、そこでちょっといろいろ見れたらなと思います。あれいいっすよやっぱり。さあ兜の駅も昔は賑わってたのかなという感じがしますね。はい、素晴らしい場所だと思います。さあそしてリニューアルした駅舎なんですけど、ちょっと入ってみますか。ちょっと人がいるんでね声出せないかもしれないんですけど、いいっすね。お茶でも飲んでて。
ああ、じゃないですか。すみません。この辺ずっと紙で回られた。今から告げの方。ああ、なるほど。はい。車で行かないと。そうですね。指定がなしよ。すみません。ありがとうございます。はい。この用件で、いろいろとこう。そうですね。いい人でした。お茶もらいました。お茶ありがとうございます。いや素晴らしいね。でもこういうところがいいですね、やっぱり。うん、こういう親切な人いるっていうのはね、やっぱりいいですね。ありがとうございます。さあ、ということで続き行ってみましょう。レッツゴー。さあ、再び出発していきます。だいぶ兜駅変わってましたね。昔はね、僕が前紹介した時はすごい殺風景な、場所だったんですけど、やっぱりこうね、ちょっとでも関西線盛り上げようという感じでね、やっぱりこの辺は利用客数少ないんで、どうしても盛り上げようっていう感じでね、ああいう駅舎になったんだと思います。ほんとね、中にいたおじさんもすごい気さくな方でね、お茶も入れてくれましたし、で、関西線のその鉄道の遺産ですね、鉄道遺産もこう紹介されてるんで、いろいろね、それを参考にしながら歩いて行ったり、自転車で行ったり、はたまた車で行ったりいうことも可能です。だから結構ね、立ち寄る、必ずね、ここの関西線を見に行こうっていう時は、兜越えをしようという時は立ち寄ったら良いと思います。この駅はだいぶ変わってましたからね。ということで再び突き進んで、これ右に何やら橋梁みたいなのが見えますね。さあ、これ関西線ですね。すごいよ、もうぴったりですからね、ぴったり並走するような状態になってますね。さあ、ちょっと立ち寄りましょう。もう目の前にこう名称線じゃない、関西線が走ってますからね、これすごい迫力ありますよね。いやそして、これ小淵川橋梁ということでね、関西本線 JR 名古屋難波間ですね、名古屋難波間 174.9 キロの幹線でありということでね、まあこう70フィート級のね、番桁からなり、兜地区最長の 59.7 メートルを測ると書いてますね。ということで、その橋梁がこれですね。うわ、すげえな、これすげえよ。もうこの
この味気のある橋桁最高。この上をね、実際にまだせね、鉄道が走ってるわけですからね、これ下まで降りたいんですけど、ちょっと高いですね。あれは味気がある。ここにもなんかね、書いてますね、こうやってね。これでも下をね、なんかくぐれそうですよね。うわすげえすげえ。もうなんかね、その配線のね、移行とかも僕紹介してますけどね、これが現役でね、まだね稼働してるっていうのがね、やっぱりね、いや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 、すげえところではありますよね。このレンガ張りいいっすね。あれ真上が線路ねえ。こんな感じでね、こんな感じで走るんですね。で、目の前にはねトンネルもあるんですよね、これ。わあすげえな。25%っすよ、25%。わあ。はい、ということで矢渕川橋梁でした。もしよかったらね、見ていってください。こんな感じでね、見どころたっぷりなんで、今日も風強えな。じゃあ続きいきます。さあ再び出発します。まあ、あの橋梁本当良かったですね。やっぱり単線の橋梁って素朴感が非常に出ててね、やっぱり鉄道がそこをずっと通るときにね、映えますよね。いや、いいと思います。さあまだまだ次の方向に進んでいきます。で、徐々にねこの辺から道が狭くなっていきますので注意してください。で、トラックがね結構走ってるんで、一気に狭くなりましたね。ただ関西本線はぴったりマークしてるような感じです。そしてここで関西本線とまた交差します。このトンネルですね、この上に走ってます。さあここで交差。さあこのトンネル見てください。うわすげえ、迫力あるみたいなトンネルです。あのトンネルの中で対抗はできません。ということでね、ちょっとあのトンネルを見に行きましょう。はい、ということで大和街道可動橋と書いてありますね。イギリス積レンガ学大学には何も書かれてないということでね、明治23年に完成したと書いております。これですね、すげえな。これで、ここには何も書かれてないということでね、いや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 、素晴らしい。で、この上をね関西線が走ってるということでね、まあこうやってね実際ね車も走るんですけど、いやーすげえなー。あ、昔はこういう感じになってたってことですね。
ね、散歩道ね結構あるみたいですね。北コース中コース、でそばにはお地蔵さんもいますし、いやこれはねいいっすよ。この屋根、これすげえ。このレンガ、さっとこね、名刺でも置いていこうかな。いりませんね。柘植川はね何ともないんですけどね、まあ普通のこんな感じなんですけど、いやー素晴らしいです。はい、ということでね引き続き行ってみましょう。素晴らしい道路。さあ再び出発しますということでね、迫力のあるこうレンガ積みのトンネルでしたけど、まあ本当にねこういうのがたくさんあります。で車だとねやっぱり見れる数が相当限られてくるんですけど、歩きで行くとね、結構な数見れます。だからどうなんだろうな、歩いていくと中在家の信号場とかも見れるのかな。ちょっとねちょっとそこら辺の情報は入ってないんですけど、いいところですよ。昔ねスイッチバックしてたというところですよね、信号場。さあそんな中ぐん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 柘植の方へと向かっていきます。でここのね、左手になんかコンクリートのセメントかコンクリートの会社なのかな、工場みたいなのがあって、まあ、そこでねトラックがやっぱりバンバン出てるんで、だからここの道結構トラックが走るような感じになってるんですけど、まあ、この山道をねちょっとトラックと対抗って結構きついところもあるんですけど、まあ、気をつけて行っていただけたらなと思います。さあということでこれ山道走ってます、完全にカブト越えです。ウィン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 曲がってると思うんですけど、こういうところを走ります。あ、やっと2車線になったと思ったら、これちょっと見にくかったんですけど東に突入です。意外にねさ名阪国道の方が断然早いんですけど、意外にね早いですよ。そんなめちゃくちゃ時間かかるっていうようなところじゃないので、さあ再び関西線と合流しました、あ交差しました。そして今右手に関西線走ってるんですけど、まあちょっとここら辺でね降りて見てみたいと思います。さあ伊賀市に入ってきて一発目、ね、一発目にですね。はい、この高台すげえな、よいしょよっかしょ、あすげえ。そこ名勝線ですね、名勝、ここが関西線ですね。ちょうど後ろに何これコンクリートの会社があるのかな、そんなね沿線をこう走ってるわけなんですけど、いい景色です。これ何の池なんだろうね、え
こうローカルにパーッと走ってるんですよ。でこれを降りていくとですね、よいしょ、これを降りていくと関西線が走ってるわけなんですけど、ダンプ出入り口付近注意ね、書いてます。これより 400m 先、下記の時間に発破を行います。サイレンを鳴らし合図しますので注意してくださいと書いておりますね。爆破ですね。でダンプの出入り口付近注意ということでね、出入り口付近これみたいなはい、これ上関西線が走ってます。しまった。これすごいね、この橋梁。これ何、こっちはもともとはあったトンネル、今こっちに変わったんかな、なんかそんな感じがするんですけど、すごいな。だもともとここだったのかな、ここの上を走ってたのかな、今こっちですけど、もともとはここ走ってたのかななんて思いますね。これもレンガ造りのトンネル、すごいっすよね。はい、ということでね、ちょっと取りそびれましたけど、こんな感じで続きいきたいと思います。もうね、伊賀市に入ったんで、そろそろね、柘植の駅も近いとは思うんですけど、ちょっとね、頑張って行ってみましょう。さあ、いかがだったでしょうか。ほんとね、ああいうのが結構多いので、やっぱりね、見応えバッチシということでね。さあ、そして最終柘植の駅まで目指したいと思います。まあ興味ある方はね、車で来ていただいてもいいですし、もうがっつり見たいぞという方はね、歩いてもらったらいいと思います。結構歩かれてる方もね、何人かいらっしゃるので、まあ、ウォーキングがてらにだといいかなと思います。まあ、僕もね、そのうち歩いていきますよ。今じゃない寒いし。ちょっと道が細くなってきましたけど、この先に柘植の駅が待っております。今回の終着点ですね、亀山から柘植まで、こういう感じで兜を越えてきましたということで、右で関西線、そして柘植の駅が出てきましたということで、今回の終着駅、柘植駅到着です。はい、ということで、ここ JR の柘植駅ですね、まで来ましたね。はい、柘植駅もね、非常に見どころたっぷりなんですけど、まあ、今回はね、ちょっと割愛させていただこうかなと思います。ということでね、神君兜越え、徳川家康も登っていっただろう兜越え、これをね、ちょっと今日はドライブしてみましたということでね、柘植駅も本当味あるんですけどね、今ね、草津の方行く列車が止まっておりますね。緑のこのボディいいですね。
はい、ということで今日は、JR 西日本関西線のね、亀山からですね、亀山から杉まで来ましたということでね、ぜひね、あの車での見どころもたっぷりなんですけど、それ以上に、ね、歩いたり自転車で来るともっと見どころいっぱいあるんでね、もしよかったらお越しください。鉄道遺産ということでね、亀山市もね絶賛応援中みたいなところがあるんで、もしよかったらお越しください。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。駅といえばね、やっぱりこのねランプ小屋なんですけどね、これまあまたね中入られた方は見てみてください。非常にいいランプ小屋です。歴史を本当感じられるランプ小屋になっております。さあちょっとね延長して柘植野駅と伊賀上野の間ですね、もう新道の駅は越えてるかな、そんなところになるんですけど、こういうねところもあるんですね。おーすげえな、こういうのもありますね。目の前まで行けるっていうのもいいですね。よいしょ、川橋梁って書いてるのかな、川橋梁ね。向こうの方ではもう綺麗に山も映えてますからね、これいいですね。はい、こういうところもあるということですね。今日はねあの兜越えをまあねドライブしましたけど、本当兜越えてからもねやっぱり月ヶ瀬とかも非常に見どころたっぷりだと思うんですよ。月ヶ瀬の方、まあ、あの鴨の方向もね、いやまたねそれは改めてね別の機会にやってみたいと、まあ、今日はちょっと時間的に厳しいんであれなんですけど、いや見どころたっぷりですよマジで。あのトンネルも、あそこにある橋梁もすごいな。なんだろうあれねえ、高さ2メーターって書いてますけどね、ああいうところもあるしすごいね。いやーちょっとまたね、伊賀上野から鴨の間またね、追ってみたいと思うんですけど、まあ、ほんとね乗ってよし見てよしですよね。いいところだ、いい関西線。これもねちょっとね今ね結構ねやっぱり赤を叩いてるのでね、なんとか頑張って残してほしいんですけど、まあそういう感じになってますね。はい、ということでちょっとね延長でした。ありがとうございました。